今回ご紹介する昭和美人は元アイドルの海智恵美さん。1963年6月16日生まれ。出身、福岡県。血液型、A 型。1979年。日本テレビの人気オーディション番組、スター誕生で第29代グランドチャンピオンを獲得。これをきっかけに芸能界入りします。1980年。 ポスト山口桃江を狙ったホリプロ所属のアイドルとしてシングル曲スターで歌手デビュー。キャッチフレーズはキラリ・ヒトミが語るでした。同期は同じくスタタン出身の柏原芳恵をはじめ、田原俊彦、松田聖子、河合直子らがいました。しかし、彼女自身のアイドル歌手としてシングル曲のオリコン最高位はマーマレード気分の103位と振るいませんでした。 歌手活動停止後は次第に女優、タレント業に重心を移していき、1982年にはヌード写真集が発売されました。当時の人気ドラマだった、ゴーゴーチアガール、野野村病院物語、高校生夫婦などに立て続けに出演。1987年には日本テレビの連続ドラマ、 見上げればいつも青空でヒロインに抜擢されます。タレントとしては、朝日放送で放送されたクイズ番組、三角ゲーム、ピタゴラスの司会などがあります。1990年に堀越高校在学時代に知り合ったザスクエアの元メンバーの長谷部徹と結婚し、芸能界を引退。二人の男児を出産しました。2006年7月10日。 2階の寝室で首をつっていたところを長男が発見。救急隊員が駆けつけますが、心肺停止を確認。生前、家族らに、高年期障害で体調が悪い、死にたいと漏らすこともあり、借金はありませんでしたが、パートに出るなど、家計は苦しかったようで、体調と金銭面の悩みから自殺した可能性があると報じられました。最後までご視聴ありがとうございました。 このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。